エルグレコ、受胎告知17世紀初頃は満杉、神1912年頃、大原コレクションの第一号、小島虎次郎、自画像1917年頃、小島虎次郎、大原孫三郎像1915年、大原美術館は、岡山県倉敷市にある美術館で、公益財団法人大原美術館が運営する。倉敷美館地区の一角をなす。館長は、 西洋美術史屋の高階修治。名誉理事長、大原健一郎。理事長、大原茜。2003年には、文館が、ドーコミューモ、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選ばれている。大原美術館は、倉敷の実業家、大原孫三郎が、自身がパトロンとして援助していた、洋画家、小島虎次郎に託して収集した、西洋美術。 エジプト、中近東美術、中国美術などを展示するため、1930年に開館した。西洋美術、近代美術を展示する美術館としては、日本最初のものである。第二次大戦後、日本にも西洋近代美術を主体とした美術館が数多く誕生したが、日本に美術館というもの自体が数えるほどしか存在しなかった昭和初期。 一地方都市に過ぎなかった倉敷に、このような美術館が開館したのは、画期的なことであった。ニューヨーク近代美術館の開館が1929年で、あったことを考えれば、創設者、大原孫三郎の先見性は特筆すべきであろう。しかし、開館当初は1日の来館者ゼロという日もあったほど、注目度は低かった。 大原孫三郎は1880年、親の代から防災業を営む、倉敷の名家に生まれた。日本の児童福祉の先駆者であり、岡山孤児院の創設者である、石井十二との出会いが、大原の人生を変えたという。プロテスタント信者であった、石井の影響で自らもプロテスタントに改修した、大原は、事業で得た富を社会へ還元することの重要性に、目覚め、 大原社会問題研究所、労働科学研究所、倉敷中央病院などを次々と設立した。大原にとっては美術館の創設も社会貢献の一環という認識だったようだ。大原は自分と一切違いの洋画家、小島寅次郎にことのほか目をかけパトロンとして生涯援助していた。小島は1908年から足掛け5年間、大原の援助で ヨーロッパへ留学していた。彼はその後もさらに1919 19年5月、1921年1月と1922年5月、1923年3月の2回に渡って大原の援助で通している。その主たる目的は画業の研鑽であったが、小島はヨーロッパへ行く機会のない多くの日本の画家たちのために、 西洋名画の実物を日本へもたらすことの必要性を大原に説いた。大原は小島の考えに賛同し何を購入するかについては小島に一任した。こうして小島はヨーロッパで多くの西洋絵画を購入したのである。大原コレクションの最初の作品となったのは小島と同世代のフランスの画家。 エドモン・フランソワ・アマンジャンの紙という作品であった。これは小島が一度目の対応中の1912年、アマンジャン本人から購入したもので、翌1913年に東京上野の竹の大陳列館で開催された航空会展覧会に出品された。当時、日本国内では西意を絵画の実物に接する機会はほとんどなく、この作品の公開は反響を呼んだ。 美術館所蔵品の中核をなす作品の多くは、1920年から1923年の間に、小島とラジローによって、主にパリにおいて収集された。モネの、水蓮は、晩年の画家本人から小島が直接購入したもので、あり、マティスの画家の娘、マティス城の肖像をも、画家本人が気に入って長らく手元に置いていた作品を、無理に譲ってもらったものだという。 大原美術館の代名詞のようになっているエルグレコ、受体告知は1922年3回目の投稿中だった小島がパリの画廊で売りに出ているものを偶然見出したもの。小島はこんな機会は二度とないと思ったが非常に高価で手持ちの金もなかったため、この時ばかりは大原に写真を送り購入を相談した。現在ではこの名画が日本にあることは奇跡だと。 言われている。その他、トゥールーズ・ロートレック、マルトエックス夫人の肖像、ボルドー、ゴーギャン、カグワ式大地などの名品は、小島の収集品である。これらの西洋美術の他に、エジプト美術、ペルシャ陶器、中国美術なども小島は収集した。これらの収集品は、美術館開館以前にも何度か公開され、評判を得ていた。1929年、 小島が他界し、これを大いに悲しんだ大原は、小島の功績を記念する意味を持って、その翌年に大原美術館を開館した。しかし、大原美術館には、小島とラジロ以外のルートから入手した作品もある。ルノワール、泉による女は、大原孫三郎が援助していた画家の一人である、三谷国次郎が入手したものであり、ピカソ、鳥ゴ・ドラン、 イタリアの女、スーティン、カモなどは、画商、福島茂太郎のコレクションに入っていたものを、第二次大戦後、大原美術館が入手したものである。また、大原孫三郎の後を継いだ、大原宗一郎も文化人として知られ、フォービスム以降の現代絵画、近代日本洋画など、新たな収集品を付け加えた。なお、第二次世界大戦の末期、 一式陸上攻撃機などを製造していた三菱重工業水島航空機製作所が何度も爆撃され、林県の広島市には原子爆弾が投下されたが、倉敷市中心部は全く爆撃されなかった。これは、米軍関係者に大原美術館のコレクションを知っていた者がいたからと言われることもあるが、ウォーナーリストなどにも載っておらず、資料的な裏付けはない。 実際には軍事目標たる戦闘機の製造工場から破壊するのは当然であり、倉敷市街への爆撃に向けて目標情報表も作成されていた。さらに現在では米軍が日本の文化財に配慮して爆撃を控えたとする説自体が疑問視されている。VER、芋を向く v ー r 夫人文化工芸館、薬師寺和江の設計による イオニア式柱を有する古典様式の本館の他に、1961年に、藤島武次、青木茂、岸田流星、小出奈良茂など日本の洋画家の作品や現代、美術の作品を展示する文館、同年に、河合勘次郎、バーナードリーチ、浜田昌司、富本健吉の作品を展示する、陶器館が開館。1963年には、 宗形志向及び芹沢圭介の作品を展示する版画館と染色館が開館した。なお、現在は陶器、版画、染色の展示室を工芸館と総称している。1970年には東洋館が開館し、1972年には館から離れた倉敷アイビースクエアに小島とラジロー記念館が開館した。 上記展示館の内小島寅次郎記念館は2017年12月27日に閉館。後継施設として、旧中国銀行倉敷本庁出張所の建物内に新小島館が2022年に開館予定である。ルノワール、泉による女1914年号ギャン、かぐわ式、第1892年1934年7月31日。 つけで、以下の9件が、重要美術品等の保存に関する法律に基づき、重要美術品に認定されている。山陽本線倉敷駅から徒歩15の20分。P18、大原美術館3小島とラジロー初衆、小島とラジロー年譜、大原美術館3小島とラジロー初衆、小島とラジロー年譜ハットピアニッシモ、31、 34P19P41 ハットピアニッシモ、41から 42P53 ピアニッシモ、53から54、大原美術館3小島虎次郎初集小島虎次郎年譜ハット P39 ピアニッシモ、69、132、180、225ハットピアニッシモ、75、76、93ピアニッシモ、72から73、 産業新聞デジタルハット ABC プレイバック1960年を、解雇初回のコンサート再現倉敷の大原美術館、イコール岡山2000点10、18大阪長官28ページ移し、有曲も奏者も40年前と同じ倉敷、大原美術館で記念し重奏、岡山、朝日新聞2000点10、08大阪地方版、岡山29ページ岡山1、 文部省教家局編発行重要美術品等認定物件目録1943ピアニッシモ501から502ありがとうございます。